前日に引き続き本日の会議を開きます。日程に基づきまして市政事務に対する一般質問を続けます。日程から見まして本日は24番谷口議員の質問まで終わりたいと思います。それでは20番河原議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。20番河原議員皆さんおはようございます。ただいま、議長より登壇の許可をいただきましたので、新政策研究クラブ河原千秋の一般質問を始めさせていただきます。今日は、一般質問も4日目最終日となったわけでございますので、皆さん、大変お疲れと思いますので前置きはやめて早速質問に入りたいと思います。今回4項目について質問をしてまいりますが、まず1項目目の市税等の滞納問題の中の1点目は、本年の3月議会でも取り上げました債権管理条例の制定の進捗状況について、で2点目に2点目にですね、ファイナルシャルプランナーの活用について、で大きく2項目目には市民サービス向上へ向けた総合窓口の現状と課題です。で3項目目に市民からの苦情が大変多い野良猫の対策について、で最後の4項目目は企業誘致の考え方について順次質問をしてまいりたいと思っております。ではまず債権管理条例の制定について、質問をいたします。冒頭に申しましたように、この質問は、本年3月議会の、一般質問でも、取り上げまして、その時の、部長のご答弁では、平成25年度中にこの制定が、できるように進めていきたいと、そういったご答弁を、いただいていたわけでございます。で現在の、進捗状況についてまずお伺いをしたいと思います。松尾政策部長。おはようございます。先の議会で議員さんの方からご意見いただきましたと、各課が保有しております市の債権について、調査、現状把握を行い整理を行っているところです。でその後、債権管理条例の素案を作成して、おりまして、他の条例との関係もございますので、内容について、精査をしているところでございます。本年度中には、取りまとめを行いまして議会の方に調停をしたいというふうに思っております。議長。20番河原議員。はい、25年度中に議会に調停をしたいというご答弁で、ございますので、期待をいたしております。この債権管理条例の制定と、この目的といいますのは、保有する債権をより適切に管理するために、この債権管理条例、管理が関するその事務の処理とか、基準を明確にして、一層の適正化と効率化を図って、公正かつ円滑な行財政運営を資することというのが目的というふうになっております。本市におきましても、24年度の収入未済額は、市税で申しますと、約3億9500万円。国民健康保険税では約3億5500万と、前年度より若干は減少したものの、依然として多額な状況が続いているわけでございます。持続可能な市政運営を行うためには、
まあ、自主財源の確保、まあ、これが一番重要な要素になっております。まあ、このことを職員の一人一人が認識をして、各種未収金の縮減や、まあ、受益者の負担の適正化に努めて、まあ、積極的に徴収対策を推進していくことが、まあ、大変重要なことだと思うわけでございます。まあ、このようなことを進めていく上で、まあ、今回の債権管理条例の制定の意義があるわけでございますが、まあ、条例を作っても、まあ、どう運用していくかというのが、まあ、今後の、まあ、課題だというふうに考えますが、まあ、今後どのような対策を、まあ、講じられるかお伺いをしたいと思います。松尾政策部長。議員さんおっしゃいますように、まあ、条例を作ればいいというものではございませんので、まあ、条例制定の目的に沿って、債権を適正に管理するということが大事でありますので、まあ、そのために、まあ、詳しいマニュアル的なものを作りまして、運用していきたいというふうに思っております。で、まあ、さらには職員の研修についても大事なことじゃないかなというふうに思っております。20番河原議員。はい、まあ、今ご答弁いただいたように、まあ、職員の研修、それから債権管理マニュアルの、まあ、整備、まあ、そして、それをどう運用するかというのは、ここが一番、まあ、重要なことでございます。まあ、研修については、税の取り組みや先進自治体の事例等を参考に、まあ、担当職員の事務能力、それから徴収技術、この向上を図るために、まあ、そういう研修会とか、まあ、定期的な研修会をですね、定期的に行うと、まあ、いうことは大変重要なことだと思います。また各債権の法的根拠や徴収の流れを示した、まあ、分かりやすいですね、債権管理マニュアル、これを整備して、そして全庁的にですね、統一した管理、債権管理を行うと、まあ、いうことが一番重要なことだと思いますが、この全庁的に統一した債権管理を行うこと、これについていかがお考えかお伺いをしたいと思います。松尾政策部長。ご指摘をいただいておりますように、今後制定する条例に基づきまして、全庁的に統一した債権回収対策を積極的に推進していきたいというふうに思っております。で、本市の徴収体制を強化し、歳入の安定確保に努めてまいりたいというふうにも思っております。20番河原議員。はい、先進自治体の条例等もですね、参考にしていただいて、まあ、より良い竹雄市の債権管理条例が、まあ、制定されることをよろしくお願いしたいと思います。では次に、2点目のファイナンシャルプランナーの活用についてお伺いをします。このファイナンシャルプランナーとは、まあ、顧客の相談に応じて資産についてのデータを収集分析して、人生設計や事業設計に合わせた財産形成の立案やアドバイスを行う専門家と、まあ、そういうことを言われておりますが、まあ、今回のこの質問は、このファイナンシャルプランナーを活用して、まあ、市税等の滞納に対し、生活改善の指導を行い、収納率の向上につなげられないかといったような、まあ、質問でございます。滞納者の中には、まあ、収入不足や、まあ、ローンの返済など、まあ、様々な問題を、まあ、抱えて、いらっしゃいます。まあ、そういうことで、なかなかその自律的に問題の解決を行えないと、まあ、いった方もいらっしゃるわけでございます。まあ、そこでこの滞納相談者のまあ家計の収入ですね、それとか支出を総合的にまあ判断し、指導を行い、そして救済と自立支援を図る、そしてまあそれを納税につなげていくと、まあ、いうのがファイナンシャルプランナーのまあ導入の目的でございます。まあ、この生活改善事業として、このファイナンシャルプランナーの導入について、まあ、どのようにお考えかお伺いをしたいと思います。
松尾政策部長。滞納のある方の徴収につきましては、視力がある滞納者に対しましては、財産を差し押さえるとかいうことによって対応を行っておりますが、負債等を抱え視力がないという滞納者への対応については非常にいろんな問題があるというふうに思っております。で、議員さんおっしゃいますように、県内の他の市町でもファイナンシャルプランナーというものを採用して収納率の向上につなげているというふうな、ところもございます。おっしゃいますように、その方は無駄な支出があるというふうなところにつきましては、いろんな改善の方法があるかと思いますので、こういった制度を取り入れまして、無駄な支出を抑えるということで経済的な自立を促して納税につなげるというものでございますので、そういった先進の事例を研究しながら前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。20番代わりに、前向きに取り組むということでございますので、ぜひこれはですね、ぜひ導入をしていただきたいと思います。と言いますのは、県内でもですね、先ほど部長申されましたように、例えば今里市とか鹿島、有田町、導入しているわけでございますね。で、それでそこそこその実績を上げているということも聞いております。例えば今里市では、2010年度でございますけど、約800万の税収増。それから、これは福岡県でございますが、春日市。ここでは2012年度に約1500万の税収効果があったと。そして、長崎県、平戸市では、同じく2012年度ですが、約3400万の税収増が、上に、つながったと。このようにその税収効果が大変期待できるのではないかと思います。で、生活改善事業のこの取り組みが、今また全国といいますか、結構広がってきているわけですね。で、そういうことを見ますと、本市もぜひですね、早急に、こういうファイナンシャルプランナーというのを活用していただきたいと思いますが、もう一回答弁をお願いしたいと思います。松尾政策部長。どうしても納めきれないといった納税者の方がいらっしゃいますけれども、その要因として生活の中で、無駄なところが部分があるということでございますので、そこら辺を改善指導いたしまして納税につなげるという結果になりますので、できれば来年度からでも取り組んでいきたいというふうに思っております。20番河原議員。はい、ありがとうございます。本当これはですね、こう言っちゃいけませんけど、費用対効果というものを考えたらですよ、市の方にも税収増につながるということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。次に、市民サービスに向けた総合窓口について、お伺いをしていきたいと思います。市役所の窓口には、転入や転出、その他さまざまな、手続きを行うためにですね、市民の方が来庁されているわけでございます。市民課の窓口だけで済む、簡単なものはいいと思いますが、いくつもの部署を回らなければならないといったそういったその手続きになりますと、なかなか市民の方も分かりづらい、そういうふうに感じていられる方もいらっしゃるかと思います。そこでまずお伺いしますのは、この住民移動などの届出に関する、市民への周知の現状でございますが、住民移動届など、各種届出を行う際に、どのような手続きが必要かと、そういったものをまとめた、市民向けのガイドブックとか、例えばチェックリストとか、そういうのがあれば、もう市民にとって大変分かりやすくなると思いますが、現在、そういったガイドブックとか、
まあ、手続きの関する、まあ、お知らせとか、そういったのはどのような状況になっているのかお伺いをしたいと思います。山田暮らし部長。市民がいろんな移動届をするときのガイドブック等についてでございますけれども、合併当初はですね、こういうふうな暮らしの便利帳というのを作成しておりまして、それでご案内を全市民にですね、いたしたところでございます。しかしながら、まあ、庁舎内だけでもあれですけれども、組織機構の見直しとかいうことによりまして、課の名前とか電話番号、そういうふうな形で、ほぼ毎年変更になる部分があるということで、その後のですね、改訂版については作成をいたしておりません。そういうことで、市民の方にはですね、窓口に来られた際に、例えば転入時とか転出時につきましては、A4 の紙1枚ですね、の形にして、こういうふうな形で、こういうふうな手続きが必要ですよというものをお配りして、まあ、待ち時間の間にですね、見ていただいているということで取り扱いをいたしておりますし、あと死亡届につきましては、家族の方以外がですね、来られる場合が多数あります。そういうことで、A3 の1枚ということで、まあ、こういうふうな届出がありますよということで、後ででも結構ですから、家族の方で、該当する分がございましたら、届出をしてくださいというふうな形でご案内をしているところでございます。以上。20番、河原議員。はい、私も窓口の方といいますか、から、まあ、ちょっといただいてはきました。今、部長がおっしゃるように、武雄市の転入された皆様へといった、まあ、こういったですね、用紙がございます。それから、まあ、保存版として、まあ、電話帳業務のご案内といったようなのもあります。まあ、それから、まあ、武雄市の、まあ、地図といいますか、いろいろなこういうのがありますよというのもあります。それから、まあ、ゴミの分別、ハンドブックですね、保存版。それから、災害時の要援護者の支援マニュアルといった、まあ、こういうのも、配布されているわけでございますが、まあ、このことはまた後でちょっと触れたいと思いますが、その住民移動手続きでは、どうしてもその関連するその部署といいますか、課をですね、こう回らなくてはいけないと。まあ、そういったときにその対応といいますか、例えば、市民課に行って次はどこに行かなくてはいけないといったようなときに、まあ、どういった対応を取られているのかお伺いしたいと思います。山田暮らし部長。市民課に各種移動届を送られました場合につきましては、まず市民課の方でいろんな手続きを行います。で、あと必要に応じまして、例えば健康課とかですね、支援課、そういうところに市民課の職員がご案内しているところでございます。職員がついていってですね、ご案内をしているところでございます。岩田市長。いや、もうこれが時代遅れだと思うんですよ。ですが、今、システムでどうしてもそうならざるを得ないと。ただ、うちは一定評価をいただいているのは、そうやって、市民の皆様がある窓口にお越しいただいたときに、ちゃんとご案内をすると、いうことで、一定の不平不満は実はそんなに起きてないんですね。しかし、足がね、どうしてもこうご不自由な方とかっていうのは、やっぱりそこを歩かなきゃいけないわけですよね。ですので、そしてしかも今、例えば、同時に来られる方がいらっしゃるんですよ。例えば、転入届と同時に自分の住宅、今度新しくね、するときっていうのは、これ、町づくり部に行かなきゃいけないっていうのも、まあ、あるんですね。そういったときに、今の場合だったら、市長まで行かんといかんとですよ。そうなると、これはもう市民本位じゃありませんので、で、これは昨日吉川議員にもお答えした通り、一定その ICT の力を借りて、一人の職員がそこでいくつもの仕事を裁けると、ちょっといいですか、僕答弁してますけど。うん。うん。ですので、
そういうふうに、なんていうんですかね、一人の職員がそこで、いくつもね、その来た申請書をそこで裁けるようにすれば、そのお越しいただいたその市民の方が、住民の方っていうのは、動く必要がないわけですね。そういうことで、私はこれから、窓口廃止って言いましたが、よくよく考えてみれば、全員が窓口になると。いうことで、ぜひそういう、昨日の、吉川議員のね、ご指摘等も踏まえて、そういう形に持っていきたいというように思っています。幸いにして、私どもは、ちょっと耐震化がここはなってませんので、庁舎を改築しなきゃいけない、新築しなきゃいけない。で、その時に、そういったことができるような、その、まず、物理的な配置、それと、職員がそのようなことができるノウハウの確立、それともう一つが、それを支える ICT です。で、これは、IT 特別委員会の、特に黒岩委員長の、アドバイスに従ってね、そういうシステム構築を、こう、図っていきたいと思っていますので、今の、その課題になっている部分っていうのが、相当程度これでクリアができるというように思っております。以上。20番、唐井議員。はい、そこでちょっと私がですね、今、用意しました、文でございますが、これは北海道の北見市というところでございますけど、の文でございます。ここはですね、こういうのを、インターネットに、掲載されているし、窓口でも、配布をするというようなことでございますけど、これまず人生の出来事の例という形で、まず引っ越しの場合は転入届、転院届、転出と、誕生の時出生届、結婚の場合婚姻とか、この以降ずっと分かれております。そしてその中でいろんな部分がございますので、どうしてもこうさっき市長もおっしゃいましたように合わせてこう手続きをしなくちゃいけないというのが、いっぱいあるわけでございますね。そうした中で、これがそのチェックリスト、チェック表でございますけど、例えばこれは転入の部分でございますけど、小学生、中学生の皆さんが今、お子さんがいますかということになれば、手続きはこうですよ、で必要なものはこうですよ、と、尾行と、例えばその担当の課ですね、それからそこはどこでできるのかというまでこう書いてあるわけですね。そしてインターネットでしたら、そこをクリック、例えば転校手続きをクリックすれば、そこの情報がまた見えると。で、そういった形で、こういうの、質問形式、それから必要な手続きや持ち物、それから3番目、どこの窓口って、こういうのを一目でこう分かるような形になっておりまして、で、そこをずっと検索していけば、どん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 、その自分の、その、思うところに、つながっていくと、いうようなものでございます。で、こういうものがですね、実際何ですかね、今度のそのマニュアル作りにもですね、ぜひ役に立つのではないかというふうに思っているところでございます。どうしても今の、先ほど市長も申されたように、その、今の状況ではどうしてもその来庁者は閣下を回らなくてはいけない。案内はしてもらって、本当には親切にしてはもらっているとは思いますが、どうしても回らなくてはいけないということで、やはりどこの部署に行ってもですね、全ての手続きが済むというのが、ワンストップサービス。そういうのが一番、望ましいわけでございますけど、我々も、黒岩委員長をはじめとする、我々 IT 行政推進特別委員会でも、このワンストップサービスの、実現に向けて、窓口の一本化システムの構築に進めて、進めているわけでございますが、しかしながらなかなか、進んでいかないという状況で、まずは手始めといいますか、全ての手続きに関する業務マニュアルということを早急に整備をしなくちゃいけない、そういう意味で、こういうのも活用したらどうかというふうに思います。執行部といたしまして、そのワンストップサービスと構築というのを、どのように、考えていられるのかお伺いをしたいと思います。清田市長。いや、やっぱ竹尾市議会には感謝します。今ね、北見市の例を出されたじゃないですか。そうすると我々パソコンを持ってますので、そうするとね、ここで北見市がすぐ拾えるんですよ。拾えて指定ですよね、すぐ検索ができましてね。で、それで見てみました。
見にくいです。はい。私はこういう性格ですので、思ったことはちゃんと言います。見にくいです。で、しかも、なんかどこにこう入っていいのかちょっとわかんないっていうのがあって、で、これね、多分ね、慣れてる人っていうのは多分それできると思うんですけれども、多分私みたいに初めて見た人については、正直言って見にくい。で、そういった中で、私どもとすれば、おそらくね、他教師でどんなに見やすいものを作っても、これをご覧になって来られる方、多分ほとんどいないと思うんですね。文字もいっぱいだし。ですので、これ、来られた方が、庁舎の件は3年から4年かかります。今度新規に、オープンするには3年から4年かかりますので、その間に、来られた方がね、一目でこう分かるような、パンフレットみたいなのを作る必要があるだろうと、いうように思っています。で、ですので、それは、実際用途が違う場合あるわけですよね。全部のことをしに来られる方がいないし、年齢層によっても違いますので、それはちゃんと作りたいというふうに思っています。ただ僕は北見市さんにものすごくこれはすごいなと思ったのは、少なくとも私のところでもこれもう見れましたけれども、やっぱりねものすごくきめ細かいんですよ。きめ細かくて、これをされるとさすがにちゃんとやってるんだと。いうことについてはね、これは私は評価すべき話だと思いますので、いいところはしっかり、見習って、取り入れてまいりたいと、そういう意味では、紹介していただいた、川原議員さんと北道さんには感謝を申し上げたいと、このように思います。はい、20番、川原議員。ぜひですね、利用するその市民の目線といいますか、それに立った、どこの部署からでもですね、どこの部署からでも、手続きができると、そういった、IT システムの活用ができるように、体制の整備をお願いしたいと思います。では、次に、野良猫対策についてお伺いをしたいと思います。以前から、野良猫については、多くの住民が大変困っているわけでございます。例えば、庭に糞をする、花壇を荒らす、またゴミを漁る、それから自動車等にも傷をつけると、それからまた深夜の鳴き声がうるさくて、眠れないなど、被害は多岐にわたっているわけでございますが、これはどこの自治体でもある問題でございます。本市に寄せられる市民からの苦情や相談、そういったのはどのようなものがあるのか、今状況はどうなのか、まずお伺いをしたいと思います。森まちづくり部長。野良猫の被害、あるいは苦情相談ということですけれども、平成23年度で6件、平成24年で7件、25年で1件、今のところ3年間で14件というふうなことになっております。苦情内容につきましては、近隣住宅への糞尿の被害、それから多頭飼育、これは6頭以上飼育しているところ、そういったところの鳴き声等の被害に対する苦情、それから野良猫への餌やり、そういったのがあっております。以上。20番、川原議員。過去の今、3年間の苦情件数ということで、平成23年は6件、24年度は7件、25年度は1件ということでございますが、苦情件数は思ったよりなんか少ないかなと思いますけど、記録に残してないものもあるということでございますし、確認はしておりませんけど、保健所にも苦情が寄せられているかもわかりません。そしてまた苦情は言いたいけど、なかなか近所付き合いがあって、言えないという方も、いらっしゃると思いますが、それから苦情の内容としてはですね、近隣宅地の糞尿被害というのは、これは確かに一番多いと思います。それから多頭飼育ということをおっしゃいましたけど、この多頭飼育というのはなかなかですね、これを保健所ですか、届けなくてはいけないわけですけど、それを理解されている市民の方、あんまり
まあ、いないかなと、まあ、指導はされているとは思いますけど、まあ、そういったこともあると思いますので、そういったのは、まあ、司法とかでも周知をしていただければ、まあ、いいかなと思います。そして、野良猫への、まあ、餌やりということになるわけでございますけど、まあ、このようないろんなその市民からの苦情が市に対してあるわけでございますが、市としてどのような対応をですね、講じられているのかお伺いをしたいと思います。森まちづくり部長。野良猫への餌やり者等への、訪問して指導をしていると、餌をやることで、猫が増えて近隣宅地への糞尿被害が出ているために、直接割って指導をしているというふうなことです。それから、多頭飼育、多頭市内に今届け出が出ている分につきましては、6件あってますけれども、そういったことについては保健所と連携をしながらですね、対応をしているところであります。先ほどおっしゃられましたように、多頭飼育については保健所への届けが必要というふうなことになっております。あと、それから畜への回覧や地方などで適正に呼びかけをしておりますし、飼い猫への避妊去勢手術の補助制度を平成23年からやっているところであります。以上。20番河原議員。はい、対応は、分かりましたけど、状況分かりましたけど、担当課としてもですね、本当に住民の苦情いろいろ来ると思いますが、地道によくやっていただいているとは思っております。しかしながら、その状況がですね、なかなか改善しないといいますか、あんまり変わってないわけですよね。でもちろん、その猫は、動物愛護法によって、野良猫であっても、捕獲をすることができない、捕まえられないわけです。でも、これ以上ですね、野良猫を増やさないためにはですね、まず猫を捨てないことですね。それから、猫に餌を与えないこと。それから、猫に不妊去勢の、手術を施すと。いったことが、大変重要でございますが、そこで、提案でございますけど、これは野良猫対策にもなる、一定の、ルールというのが、必要と思います。近年、各地の自治体で野良猫の増殖を抑制するなどを目的とした動物愛護及び管理に関する条例というのが制定をされているわけでございます。例えば、近隣では伊万里市では、野良猫や鳩に餌をやり続けている人に飼い主としての責任を持って飼育をするように即すと、そういった条例を制定されております。これは動物愛護法に基づき餌やりを禁止するのではなくですね、餌をやる人を飼い主とみなして、餌をやる人を飼い主とみなしてですね、責任を明確にし、健康管理や去勢不妊手術などの、適切な飼育を指導するもので、これ罰則はありません。罰則規定がございません。ただ、条例によって、勧告と命令ができるといったものでございます。このような条例化をすると、いうことによって、飼い主や市民ですね、の方のそのモラルの向上につながるのではないかと、そのように思うわけでございますが、条例制定について、いかがお考えかお伺いをしたいと思います。岩田市長。これ、条例制定の前にやることがいくつかあると思うんですね。で、一つはこれ、伊万里市さんが、実はこの動物愛護の条例については、もう実はされております。それと、他、ちょっと調べて、ここで今調べてみたんですけれども、例えば新潟市でございます。新潟市でも動物愛護条例っていうのがあって、新潟市の場合は、政令市、政令市以外かな、大きな市ですので、そういう意味では、その権限がもう基本的に付与されてるんですね。で、それちょっと今里の状況をちょっと確認をしたいとは思ってるんですけれども、おそらくですね、今のまんま条例を作ったにしても、おそらく何も進まないと僕は思うんですね。それまでにやるべきことをまずやると。それは、例えば議員からご指摘のあった、例えば、避妊の話であるとか、
まあ、これ駆除って言ったらね、失礼な言い方になるかもしれませんけれども、そういったことであるとか、被害の防止であるとか、まあ、様々なことをやると。それと今、動物愛護団体から直接私が言われていることは、もっと里親制度の周知をしてくださいと。いうこと。これは、野良猫だけじゃなくて、犬が対象になるんですけれども、そういったこともかなり、やっぱ言われてますので、ただし、これはご案内の通り、基本的な動物愛護等の権限については、佐賀県の場合は、佐賀県にあるんですね。佐賀県にありますので、私どもが、いくらちょっと頑張っても、そこはちょっと限界があるっていうことは、これは別に逃げるわけじゃなくて、事実そうですので、それは申し上げたいと。で、一方で、県との連携っていうのは絶対に必要です。それとともに、先ほど申し上げましたように、県の事務事業であっても、これが市民の価値を向上するものであれば、市はもっと積極的に、告知をすべきだという考えに私どもは立っていますので、一回これ、以前、黒谷幸雄議員さんから、なんていうんですかね、詐欺、振り込み、なんとか詐欺。振り込め詐欺等で、指摘があった、すいません、送りつけ詐欺ですね、まあ、あんまり家賃に乗っちゃいけませんね、送りつけ詐欺の時にご質問があった時に、司法の表紙にドンって載せた時に、あれはものすごくやっぱ反響がやっぱあるんですね、私のところにも載せてもらって、本当に ありがとうございました、あれによって、実は救われましたっていう声も聞いてるんですよ。ですので、司法の持つ意味っていうのはものすごく大きいございますので、そういう意味で、これは野良猫に限らず、野良犬もそうだと思いますし、まあ、広く動物愛護の観点からね、一旦特集をちゃんと組みたいと思っています。だけど、どの時期に組めばいいかと、これ、矢継ぎ早にやるのが本当にいいのか、もう少し調べてからね、じっくり腰を据えてやるのがいいかというのは、その判断は私どもに任せていただきたいと思います。いずれにしましても、それをやってどうしても条例が必要だということであれば、よく議会と相談をしてまいりたいというふうに思っております。20番、河原議員。はい。まあ、私が条例化の提案というのはですね、まあ、結局はその飼い主の方とか、まあ、餌をやっている方、そういう方の、まあ、モラルをですね、しっかり持っていただきたいという意味でのものでございます。ですから、まあ、罰則規定などはもう一切ないわけでございますね。そして、問題はですね、今、そういうその被害に遭っている方と、野良猫に餌をやっている方との、まあ、トラブルというのもですね、まあ、発生をしているわけでございます。これはまあ全国的にもまあ見られることでございますけど、でそこでまあ何か対策ということで、まあ、先ほどの条例化とかも申しましたが、まあ、一番いいのはですね、野良猫を増やさないというのが一番いいことでございまして、野良猫に対するその不妊とか去勢の手術を施す野良猫にですね、今本市はその飼い猫には不妊去勢の助成金を、まあ、やってあれるあるわけでございますけど、これを野良猫をですね、対してその不妊去勢この手術を施すと、まあ、いうようなことにその補助金が出せないものかと言いますのは野良猫を減らそうとですね、例えばですよ、まあ、野良猫が、まあ、近所に、いてですね、それを、まあ、自分の自費でですね、自費で、不妊とか去勢もされている方もいらっしゃいます。で、まあ、これは佐賀の例でございますけど、佐賀市の例でございますけど、まあ、この地域猫活動というのがありましてですね、地域猫活動。これは、そういう、まあ、団体の方がですね、そういう地域にいる野良猫をですね、不妊手術、去勢の手術を、まあ、施す。というのは、猫もですね、やっぱり野良猫を実際の増えてくればかわいそうなわけですよね。交通事故にも遭うしですよ。もうどないして死ぬかわからない。まあ、生まれてきて帰って、まあ、不幸というのがありますので、まあ、そういう意味で、そういう団体の方が、まあ、活動されているわけでございます。で、まあ、本市としてもですね、まあ、そういった、まあ、金額は、上限決めて結構と思いますけど、そういう、野良猫に対しての不妊、去勢、そういうのをですね、まあ、行っていただいている、まあ、グループ等がございましたら、
そういう団体に対して、そういう、まあ、なんか助成ができないのかということについてお伺いをしたいと思います。豊田市長。ちょっと私、もともと役人をやってましたので、これで果たして、その、飼い主でない、人、あるいは団体に対して、そういう補助金がちょっとできるのかどうかっていうのが、少なくとも私のその、昔の役人の感覚だとちょっとやっぱズレがやっぱりありますので、ただし例えば佐賀市はもうされてるわけですよね。でこれちょっと佐賀市にちょっと聞いてみたいと思います。ですので、佐賀市に聞く、それとそういう団体に聞いて伺ってみる、でなおかつ、それが効果がまあ上がってると思いますよ、上がってると思いますけれども、そういう効果について一旦ちょっとこっちの方で調査を、したいと思います。検討しますとは言いませんので、検討するというのはしないということですから、調査はちゃんと、したいと、このように思っています。ですので、我々としてもこういった地域猫っていう言葉も僕は初めて、すみません不勉強で聞きましたけれども、まあ、そういうふうになんていうんですかね、野良猫っていうともう本当に負の財産みたいになるじゃないですか、野良猫。だけどそういうふうに言葉をね、ちゃんと置き換えて言うっていうのは、それはね、前向きに対処しましょうということですので、いいことを教えていただいたなというふうに感謝をします。以上、20番河原議員。ぜひ調査をしていただきたいと思います。最後にですね、もう一つですけど、これ被害に遭っている方がね、いっぱいいらっしゃるので、それのその猫の侵入防止策、猫の侵入するそれをいかに防ぐかという、そういうことの提案でございますけど、これあまり金がかからないやつなんですが、例えばタバコの吸い殻を溶かした水や塩素系漂白剤に薄めたもの、それとまあ米の研ぎ汁を、まあ、猫の通り道に散布すると、まあ、いったこととかですね、まあ、他には木筒とか、本市の特産でありますレモングラス、これもまあ効果があるというふうに、まあ、聞いたわけでございます。まあ、もちろんこれらの方法はまあ、一遍撒いたらそれで効くのかということじゃございません。まあ、何回もこう繰り返していく間に、まあ、猫がだんだん来なくようになるとか、そういったものでございますので、まあ、まあ、他にもいろいろ猫が来ないように、まあ、お金をかければいろんなものがまあ、あると思います。まあ、忌避剤を撒くとかですね、それはちょっと金がかかりますので、そういうのもあると思いますけど、まあ、そういった、猫の侵入防止対策というのもですね、先ほど市長が、まあ、司法の方に特殊でも組みたいというようなご答弁もいただきましたので、こういう防止策もですね、ぜひそこに、まあ、掲載をしていただきたい。そうすれば、やっぱりこう、被害に遭っている方も、あ、そうか、こんなことすれば、まあ、猫が来なくようになるかな、ということにもなりますし、まあ、住民間のトラブルにも、まあ、解消にもなるかと、まあ、そのように思いますので、そのあたりはいかがでしょうか。森まちづくり部長。先ほど市長が申しました他市の状況も踏まえてですね、そういったいい事例があったらですね、そういったものを含めて、まあ、広報の方に載せながら住民への周知をしていきたいというふうに思っております。はい、20番河原議員。はい、野良猫の問題は本当大変、まあ、難しい、問題だと思いますが、まあ、人と動物っていうのは、まあ、共生ですね。が、もう人と動物が共生できる、そういった、まあ、社会の実現、向けて、まあ、より良い対策を講じていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。では、次に、移ります。次はですね、まあ、企業誘致の考え方ということでお伺いをしたいと思いますが、まあ、この企業誘致は、まあ、地域経済の活性化とか、まあ、雇用の場の確保を図る上で、まあ、大変有効な、まあ、手段ということでございますが、まあ、全国の、まあ、多くの自治体が、まあ、優遇措置を講じて、まあ、誘致合戦を行っているわけでございますが、まあ、本市も、まあ、若きの工業団地がもう完売いたしました
まあ、ほぼ完売いたしましたということで、まあ、次の受け皿として、北方町に、竹尾北方インター工業団地、を、まあ、県と一体となってですね、新産業集積エリアとして、整備を行ってきたわけでございますが、まあ、平成23年10月より分譲開始してから約まあ2年が経とうとしている中、まあ、昨日の吉川議員の質問の中で、まあ、現在一社交渉中で、まあ、ほぼまあ決まっているというようなご答弁もあったわけでございます。まあ、他に、そのまあ、交渉をしているですね、交渉しているそういう企業があったら、お伺いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。北川営業部理事。現在の企業誘致の状況ということでございます。昨日3番議員に答弁をいたしましたように、近々一社内定という状況で、ございます。まあ、これは皆様方のご協力のものだというふうに考えております。で、引き合い状況でございますが、非常にアベノミクス等でですね、自動車産業等ある業種によっては明るい兆しは見られますが、総じて現在の経済情勢あるいは設備投資の状況等を見ますとですね、依然と厳しいものがございます。まあ、そういうことで、竹尾北方インター以外にもですね、引き合いと あっておりますけれども、まだ具体的に、立地というところにはつながっておりません。で、現在、具体的な交渉というのはまあ、いろいろ進めておりますが、まだ実現するところまでは至っておりません。はい、以上。20番、唐木委員。はい、まあ、状況は分かりました。まあ、今のところ、まあ、こういったその誘致に結びつくような企業というのは、まあ、あまりないと、まあ、そういったご答弁でございますけど、ではですね、ちょっと、まあ、記載について少し、まあ、お伺いをしていきたいと思います。まあ、竹尾北方インター工業団地、この記載の総額はいくらで、まあ、返済の開始ですね、開始は、まあ、いつから始まるのか、それから返済方法、どのようなやり方で、まあ、返済をしていくのか、お伺いをしたいと思います。北川営業部理事。記載の状況についてでございます。この竹尾北方インター工業団地につきましては全額記載で造成をいたしておりまして、記載の総額につきましては24億3000万というふうな状況でございましたが、一部岩淵さんの分譲をいたしました結果、現時点では23億5840万というのが記載の残高でございます。これにつきましては第1回目の記載の償還予定につきましては27年3月の25日、金額につきましては7億3000万ほどでございます。それから第2回目が平成28年の3月25日、この金額につきましては16億2500万ということでございまして、近々内定をするという企業につきましては3ヘクタールでございますので、この分で約4億の収入がございます。それを記載を償還をいたしますと、記載の残額につきましては約19億6000万ほどが残高ということで残っております。で、返済方法につきましては、これは満期一括払い、一括償還ということで、借り入れ後5年後にですね、返済をするというふうになっております。で、まあ、原資につきましては先ほど申しましたように工業団地の用地の分譲費ということで当てておるところでございます。以上。20番、唐木委員。はい。まあ、第1回目の償還予定が、まあ、平成27年3月25日ということで、まあ、あと1年半ぐらいしかないわけでございますが、まあ、先ほどちょっとご答弁を私、ちょっと聞き取りにくかったんですけど、例えばですね、もう一回ちょっと聞きますけど、まあ、それがその期日までに売却、ができないということになれば、その今借りている分をどうされるのか、お伺いしたいと思います。
北川営業部理事。現在の償還は5年で償還をするということで、借り入れを行っておりますが、毎日分譲が実現しなかった場合には、返せないというような状況になります。で、満期日前に完売ができなかったらということでございますので、その分につきましては残った残債といいますか、残った金額につきまして借り換えを行うというふうなことでございます。20万河原議員。はい、借り換えを行うということは、当然まだ返済額も多く、増えてくるんじゃないかと思いますが、本市も様々なですね、その優遇措置を、最大6億円という補助金制度、これも設けて、企業誘致に取り組まれてきたわけでございますが、なかなか思うような、企業が来てくれないということで、このように、記載の償還期日も、迫っている状況の中で、先ほども、昨日も少し、お話として出たわけでございますけど、工業団地だから、例えば製造業とか、食品加工業とか、自動車産業、そういった工業系のですね、企業だけしか誘致ができないのかどうか、昨日のご答弁では、そういう縛りはないというような、お答弁も聞いたわけでございますが、もし、他の業種といいますか、そういうのに可能であるならばですね、この工業団地の、使い方といいますか、それを、目先をこう変えてですね、例えば、大型の、商業施設とか、昨日も出ておりました、そういうスポーツ施設、宿泊施設まで入れたような、大型な、スポーツ施設とか、そういう、違う業種のですね、誘致ができないかと思ったわけでございます。そこでですね、ちょっとご紹介をしたいと思いますが、これは今の言った工業団地の全体図ですね。で、実はですね、これは福岡県の久山町というところに、トリアスという、大型の商業施設でございます。この中にはですね、これトリアスの大きな人のところですね。で、コストコという、コストコという商業施設が入っているわけですね。これはアメリカ系といいますか、外資のお店でございます。で、この中、倉庫型店舗といいますか、そういうことで、ものすごく家庭用品だったらここで揃わないものはないというぐらい、品数も豊富で、値段も安く、かなり来店客が多いというお店でございます。で、いろんな、ものが、とにかくスケールが大きいわけですね。一つ、トイレットペーパーでもガバッと大きいやつがあるとかですね。一つのカートンで買うとかっていうような、ものすごくスケールが大きいようなお店でございます。これ、中ですね。で、こういう、これはなんかお肉かなんかをこうしてあるんですけど。こういう形では、なかなか素晴らしいって言いますか、お店でございます。そういうことで、今ご紹介をいたしましたが、このお店、敷地面積はですね、27万4千平米。坪数にすると7万7200坪と。いうことで、東京ドームが5個分入る広さということで、先ほど申しましたように、家庭用品なら何でも揃うというようなものでございます。売り場面積も1万3000平米、坪数にしますと約4000坪。そして会員制の倉庫型店舗ということでございます。で、この、トリアスの中には、いろいろ業種がありまして、さっきのコストコの他に、ホームセンターとか、生鮮市場、レストラン、それからアウトレット、それからシネマ、それからペットパークとかガソリンスタンド、そのようないろんなものがあるわけでございます。で、こういうのは家族が揃ってですね、楽
楽しめる、まあ、大型ショッピングセンターじゃないかと思います。まあ、このような、まあ、大型商業施設ですと、まあ、例えば地域の活性化にもなりますし、まあ、雇用の創出という部分にも、まあ、つながってくると思いますので、まあ、現在取り組んでおられる、その企業誘致の目的とも、まあ、合致をすると思いますので、まあ、こういうものですね。これも一つの、まあ、企業誘致というふうに考えられないかと思いますが、まあ、いかがでしょうか。ご答弁をお願いします。平田市長。確かにこれ企業誘致の一つだと思うんですけども、コストコ等の誘致については私は反対です。絶対に反対です。これをやったら、おそらくですね、地元の商店の皆さんたちというのは確実に売り上げが減ってきます。それと、これが、例えばコストコさんがね、例えば例を挙げて申し訳ないんですが、自分たちのリスクを背負って、自分たちで土地を買収してっていうことに対してね、私どもがじゃあ、来ないでほしいっていうことについては、それは議論の余地があると思うんです、議論の余地が。しかし、県と市と力を合わせてね、用地をして、そこに僕はコストコを、等を誘致するっていうのは、先ほどの地元の商店街に与える影響、それと、そんなに実は雇用を生まないんですよ。雇用を生まないんですね。ですので、そういった意味からも反対。これコストコがすっとこどっこになってしまう可能性があります。ですので、そういうことはしません。ですがですね、やはり、私は川原議員に敬意を表したいのはね、こういうふうに、やっぱりいろんな考え方をね、教えてくださるという意味で、例えば、企業誘致はそれはベストに決まってるんですけれども、やはり、北川理事からありましたように、なかなか厳しい状況であるとするならば、やはりその市民価値が上がるもの、言い換えれば、市民福祉の維持向上にね、つながるものっていうことであれば、それはね、大胆な決断が必要だと思っています。今までのようにね、ずっと野ざらしと、例えば、私有地であったじゃないですか、1円オークションで。それはマスコミから相当批判を受けましたけれど、まあ、議会はね、賛同していただきましたので、僕はここでも議会に感謝したいと思ってますけれども、そういう意味で、全くこれをずっと放置しておくと、いうことは、それは市民価値が下がるというふうに判断をしてますので、いずれにしてもどこかのタイミングで、そういう方針変更っていうのも、必要であればね、していく必要があるだろうと、認識をしております。そういう意味で、貴重なアドバイスをありがたいと思います。ちなみに私、コストコ好きですので、はい。以上。20番、川原議員。はい、今回、こういうご提案をしたのは、やっぱりなかなかですね、その工業っていう部分が難しくてですね、なかなか先に進まないという現状がありまして、でも返済期日も迫っているという状況の中で、まあこういうご提案をしたわけでございます。まあこのヒントはですね、たまたま、まあ近所の奥さんでございますが、まあ飲食店関係の奥さんでございますが、その方が、あんだけ広いとこだったら、こういうコストコみたいなのがあったらいいね、と言われたわけですよね。ああそうかって、そういう使い道もあるのかなっていうのが、まあ、ヒントでございます。で、そういう、まあ、ご提案も申し上げたところでございます。まあ、そういうことで、まあ、企業誘致については、まあ、いろんな方にですね、ご支援、をいただいている、まあ、ご協力もいただいているわけでございますが、まあ、本市の、まあ、商工会議所とか、商工会、まあ、これは、全国ネットもございますし、もちろん、その地域の活性化とか、雇用の促進にもですね、お力添えをいただけないといけないわけでございますが、まあ、市長はこの商工会議所とか商工会に、まあ、どのように関わっておられるのか、お願いしたいと思います。平田市長。言うまでもなく、商工会議所、そして商工会は大切な、パートナーです、市としての。でその証拠に、例えば、今朝の西日本新聞見て驚きました。見開きで、一方で北九州の商工会議所の回答が右肩におられて、左肩に、まあ私も進行がありますけれども、北橋市長が、乗っておられて、見開きですよ。そういう、これ市民が見ると、あ、これは車の両輪だと。よくね、市の行政と議会は、車の両輪だっていう例えをしますけど、経済界で言うと、市とそういう商工の団体っていうのは車の両輪なんですね。で、そういう意味で言うと、まず、商工会は非常に関係がいいです。
で、その商工会においては、さまざまな意欲的な取り組みがあって、まあ、青年部だったり、商工会の会長さんだったり、非常にパートナーシップが私どもと取れていると。で、一方で商工会議所はどうだったかということを申し上げますと、これ半分は僕の責任です。やっぱりですね、議会の場で、今般の、何でしたっけね、正月の、新年の名刺交換会に出ないとかっていうような発言をしたりとかね、まあ、いろんなことを言ってきたっていうのは、それは私の、なんていうの、不徳の致すところで、半分は私が責任が取り、あると思っていて、これは商工会議所の皆さんであるとか、関係する市民の皆さんたちには、お詫びを申し上げたいと思っています。ですが、ちょっと一方でね、今の会頭さんがどうだったかということを、これぜひ、申し述べたいと思うんですけれども、私も公人です。会頭さんも公人中の公人です。その中で数々の言動がありました。例えば、私が信頼する議員さんを薬剤呼ばわりをする。あるいは、オウム町において、いや、山口正弘議員って言ってないじゃないですか。死後は慎んでください。で、もっと問題なのはね、オウム町で我々は友好関係であるじゃないですか、オウム町さんとは。長い間に、そこに公人として原会頭が参られたときに、私が大事に思っている市民に対して、これ皆さん、もう同じです。そう、その市民に対して、愚弄する発言を、その公の晩餐会の場でやってるんですね。で、それはまだね、同じ市民なんで、そこはね、私も百歩譲っても、その時に町民の皆さんたちにも愚弄するような発言を彼はしてるんですね。うん。で、それで、まあこれは言いません。なんと言った方は言いません。言いませんけれども、それはまた私が炎症することに、させることになりますので、それは言いませんけれども、それで実際ですね、役場の方から、我々のとこにね、こんなにひどいことを言われたのは初めてでして、本当に友好関係を皆さんたちはちゃんと考えてるんでしょうかっていうところまで言われたんですよ。それと、先の、私はこれ、また聞きですので、これはちょっと誤りがあるかもしれませんけれども、複数の方から、県内の企業のセミナーがこうあったときに、私の批判をするのはいいです。もう至りませんから。もうこの通りです。ですが、その図書館についてね、全く、私どもに対して身に覚えのないような批判であるとか、CCC、一生懸命頑張ってるじゃないですか、CCC。それに対して、こう、愚弄するような発言っていうのはね、飲み屋とかだったらいいですよ。しかし、佐賀県内の企業セミナーのとこで、企業の経営者が、あるいはマスコミがいらっしゃるところでね、この発言はやっぱりね、公人としてはね、それは僕は、ちょっと認識が足りないんじゃないかっていうふうに思います。ですので、僕は人間的にどうこう言ってるつもりは一切ありません。しかし、私も公人です。彼も公人です。で、公人っていうのは公人にふさわしい振る舞いっていうのがあって叱るべきだと思うんです。で、その時に、そのことをおっしゃるということで、これは、市外の方から、本当に武雄市は大丈夫かって。で、武雄市に実は視察に連れて行こうと思ってたと言うけれども、商工会議所の回答があんなに言うんだったら、もう視察行きませんって。いや、そうなんですよ。だからそういうことなんですよ。だから私人としての発言と公人としての発言っていうのは、そこは一定ちょっと分かつべきだと。まあ私が言うのもなんですけれども、そこはね、そういうふうに思います。それと、私がびっくりしているのは、2年前に、まあいろいろありました。議会にも多分にご迷惑をかけて、新武雄病院が解消したじゃないですか。2年前の5月に。で、当然のことながら、商工会議所の回答にもご案内を出してるんですよ。で、欠席されました。で、僕は、お体の調子が悪いとか、他の公務があられるのかなと思ったら、タグでゴルフをされてました。あるいは、お祭り振興会。これは前の会頭さん、少なくとも私は前の会頭さんしかお付き合いがありませんけど、これ、武雄市にとっては物産祭りって非常に重要じゃないですか。これ一例だけ取り上げてもね。で、これについても、今まで私が知る限り一切出てこられてません。で、これは、ま、いろんな都合があると思いますけれども、少なくとも前の回答は、ほぼ全回出ておられました。で、それと、これはね、どうかなと思うんですけれども、先の参議院の、選挙の、集会が武雄市でありました。で、あったときに、これはね、別に、僕は来なくてもいいと思うんですよ。うん、来なくてもいいと思う。で、私は後援会長ですので、私はそれは行きます。で、彼はそう来なくてもいいと思うんだけれども、でも市内のね、目指すところで宴会しなくていいじゃないですか。
いや、でもね、その同じ場所でされると、いや、実際ですね、どうなってるんだっていうことも僕言われてます。ですので、私は、いや、これだからね、これは判断の余地があると思います。最後の件に関しては。ですので、私は、こういう性格ですので、すぐ言いますけれど、これは、商工会議所の皆さんであるとか、関係者の皆さんから、3年間は我慢してくれと、市長も。我慢してくれと、いうことを言われて、私は、公の場でも私的の場でも、少なくとも、商工会議所は大切なパートナーであるという観点から、一切の批判はしてきませんでした。一切の。で、これは、一切の批判は、少なくとも公的の場ではしていません。議会の場でもしていません。ですが、今度私が聞いたところ、立候補されると、次の期に。で、これね、選挙なんで、あ、いいじゃないですかって。そこで戦えばいいじゃないですかっていうふうに言ったんですよ。私は選挙権もないし、何もないですから、うん、でも、内外の方々がね、それはぜひ止めてほしいって僕に言ってきたんですよ。止めてほしいって。それなんでですかって言ったら、前任者が手を挙げた場合っていうのは、選挙は成立しないっていうような、ないっていうか、内々の慣習があるらしいんですよ。いや、ちょっと死後慎んでください。ですので、そういうことからすると、あなたが、やっぱり、ちゃんと言うっていうのが、最後のチャンスなんだっていうことをおっしゃるわけです。で、この議会で言うのが適切かどうかっていうのはあると思います。これは私も十分批判を受けたいと思います。ですが、私は今まで、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、絶対的権力、もう物言えないんですよ。あの方には。絶対的権力には、私は時の総理にも歯向かってきました。あるいは原口総務大臣の時にも異議を申し立ててきました。それは市民価値を考えた場合に、あるいはやっぱり議論はオープンにすべきという観点から、やっぱそれは私も市民の一人として言うべき必要があるだろうと。これは市長だから、潰しにかかっているとかっていう話はなりません。それだと僕は密室にします。しかし僕はそういう、こういう性格じゃありません。ですので、十分私は、これでご批判を受けるでしょう。批判を受けると思います。リスクは背負います。ですが、これはぜひ、申し上げたいと思う次第であります。あとは、原海東さん、非常に立派な方だと思います。思います。ですので、原海東さん、商工会議所の良心良識に、もう後から先はもう委ねたいと思っていますし、私のこの発言についても、次の市長選で、十分市民の皆さんたちの審判をいただきたいと、このように考えております。いずれにしても、商工会議所とは、今まで以上にパートナーシップをきちんと組んでいきたいと、このように思っております。はい、以上。西村かれ議員。はい、商工会議所、商工会、本当にまあ、一緒になってですね、地域を盛り上げていきたいと、そのように思います。まあ、一日も早く企業維持ができますように、まあ、お願いしまして、これで私の一般質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。以上で20番、河原議員の質問を終了させていただきます。ここでモニター準備のため10分程度休憩をいたします。